初の J1 挑戦 FC 町田ゼルビアは沖縄県中部の名護でキャンプ。キャンプオブザ J に登場してくれたのは FC 町田ゼルビアの走る天才荒木俊太です。走る天才っていうのはそれ 誰が考えたんですか？みんなで、ね、みんなで考えた。去年リーグ戦全試合に出場し J1 昇格に貢献した荒木俊太選手。鹿島から町田に加入して1年目でキャプテンを任された庄司源選手。そして東京オリンピック代表の守護神として日本のベスト4に貢献した谷晃生選手の3人。キャンプオブザ町田、最初のお題は？これやってみたいとか、挑戦したい趣味とかありますか？でもね、死ぬまでにスカイダイビングとかやってみたい。あ、バンジーとか。わかります。こう吹っ切れるっていうやん。確かに確かに。でもなんか行こうと思って行かんくない？じゃあ決めます。俊太くん、じゃあ2桁取らんかったら バンジーで。うわ俺高いとこちょっとあれなんですよ。ちょっと高いとこは。もし今シーズン2桁行けなかったら自分がバンジー飛びます。もし行けたら後世がバンジーを飛びます。いやちょっと楽しみだ、はい、ちょっと本当に楽しみです。黒田監督、お二人の決意覚えておいてくださいね。続いてのお題は新加入の2人が受けた黒田監督の印象について。まあ初日のミーティングでやっぱ言葉が上手だよね。話すのが上手だからスッと自分の中に入ってくるっていう感じを受けるし、外から見ててももう熱い監督やなと思ってたけどもうまんまでしたね。で逆にどうな、去年やってるでしょ。はい、自分の芯を持ってるというか。そうだね、うん、もうこれをやると決めたらやる、ぶれないよ、はい、ぶれない監督だな。まあ、選手も迷いなくなるしね。はい、そうですね。一番どの練習が印象に残ってますか？ヨーヨーですですよね。でしかないですよね。ヨーヨー、それはシグナル音に合わせて20メートルの距離を往復するシャトルラン形式の持久走。音が鳴る限り走り続けるきついトレーニングなんです。地獄です。走力あってのサッカーするから、まあそれに似合った練習で強度を求められてるなと感じましたね。セットプレーとかもやるんですけど、すごいトリック。あ、そして町田のサッカーといえばもう一つ、全ゴールのうちおよそ3割を占めたセットプレー。荒木選手が決めたこのゴールも去年4月のベストゴールに選ばれました。もうほぼ俺のゴールだろうって監督に言われましたけど、まあ、まあ確かにそうだろうね。さらに荒木選手にお二人からこんな提案が。俊太くん、なんかゴールパフォーマンスみたいなないんですか？まあ、まだないんですよ。まだない。なんすかね。いやカフェ好きなんで。今シーズンの荒木選手のゴールパフォーマンスがこちら。これですね。これ。いや、いい。いや、いい。いい。ありがとうございます。